グリフィス、そろそろ出発の。グリフィス様。シャルロット様。もうお立ちになられるのですか。ええ、行ってまいります。私、今度の戦ほど戦いを恐ろしいと思ったことはありません。グリフィス様、どうかどうかご無事で。はい。行くぞ。ああ。出発！俺にとって友とはそんな対等のものだと思っています。対等のものか。部隊を分けて進行する。ガッツ、お前は向こうの砦だ。キャスカはリッケルトを連れて森の紹介に当たれ。森？きっと何かあるんだね。隊長、本体より先に砦を落としてまいりましょう。俺たちは次の作戦に移ろう。背が高いぞゲロ。精鋭超重装猛進撃滅騎士団長アドンの名を知らぬか。知らねえな。うお、出来上がる。なかなかやりおる。こそ今は勝ちをくれてやろが我々のものとなった今こそ打って出る好機。全軍突撃。ガッツ、やつは奥へと逃げ込んだ。追撃しろ。本陣に敵を寄せつけるな。応戦しろ。止められるな。任せろ。コーカス、警戒に当たってくれ。敵の援軍が来る。援軍？このタイミングにか。
来やがった。俺様の見せ場ってわけだな。まんまと引っかかったな。貴様らの本陣はこのアドンがいただいた。後ろを取られただと。急いで体勢を立て直せ。このままじゃ総崩れだ。チョコバカと逃げやがって。ようやく捕まえたぜ。来たか小僧。だが貴様のような下郎にいつまでも構ってはおられん。我が聖芸町重装猛進撃滅騎士団の戦士たち、その男をここから出すなよ。心一つけの日には戦いだけにあらず兵法にも長けておるのだ。貴様か、鷹野団の女仙人長というのは。女の分際で騎士の真似事などしよって、その仙人町の地位もあのグリフィスとやらの人根に潜り込んで手に入れたのだろう。貴様、うん、女の身でありながら戦場という男の聖域に踏み込んだ浅はかさ。この聖芸超重装猛進撃滅騎士団団長アドン様が知らしめてくれるわ。うん、いや、そら。どうした、そこまでか。そのざまで仙人長とは少子千万、鷹野団もよほど人手不足と見える。せっかくこの私が何度も逃がしてやったというのに、そんなに戦争の餌食になりたいか。よかろう、このアドンが相手をしてやる。また返り討ちにしてやるか。たわけたこと。あの時はまだ全力ではなかったのだ。見ればなかなかの器量。今までの比例は許そう。どうだ、チューダーに来んか。仙人町に迎えよ。我がチューダー兵仙人を慰める仙人町にな。ガッハ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 ッ。だがまぐれは二度続かん。我が小ぼ一つけ140年にわたり伝承されし戦争術最大奥義、くらえ岩山旋風。うにゃ、岩山旋風、何を。よっしゃ、いつものお前らしくないぜ。気抜いてると。おい、キャスカ。おい、しっかりしろ。しまっ、やった。うわ、アルコール長、キャッツ。